皆さんこんにちは、みのりんです。今日はじゃん、チョコレートそっくりの消しゴムを作ってみました。筆箱に入れてるとすごく可愛いと思うので、皆さんもぜひ作ってみてください。では早速始めてみましょう。はい、今日は粘土の消しゴムを使ってチョコレート型の消しゴムを作っていきたいと思います。はい、今回は丸々1箱使います。白はホワイトチョコレートを作るためで、この4つを合わせて茶色いチョコレートを作っていきたいと思います。茶色の作り方なんですけども、まずは全部これぐらいの量を取って混ぜていきます。最初ちょっと固めの粘土なので、手のひらとか指先を使って柔らかくしていきます。ちょっとこねるのに時間がかかりますね。指先は痛くはないんですけども、ちょっと疲れますね。だんだん茶色っぽい色になってきました。ちなみに4色ほぼ同じぐらいの量を使ってこの色を作りました。では早速これをチョコレート型にしていきたいと思います。よく混ぜた後は丸にしていきます。そしたらこれを棒状のものを使って平べったくしていきます。ハサミを使って周りを整えていきます。何か棒状のものを用意して形を作っていきたいと思います。このままだとキットカットみたいになると思います。キットカットでも可愛いかもしれないですね。ここを半分にこうやって跡をつけていきます。はみ出た部分を切っていきます。こんな感じでだいぶ板チョコっぽくなってきました。爪楊枝を使ってさらに細かく線を描いていきます。まあ大きくは違わないんですけども、こういった細かいところがあった方がより本物っぽいかなと思います。はい、こんな感じになりました。次はホワイトチョコを作っていきたいと思います。柔らかくできたら同じように棒状のものを使って広げていきますと思ったんですけども、本物のホワイトチョコレートの方がもうちょっとクリーム色っぽいんですよね。残った茶色と黄色をほんの少し混ぜていってクリーム色っぽくしていきたいと思います。カメラだとちょっと見にくいんですけども、真っ白よりはちょっとクリーム色っぽくなりました。これを使ってホワイトチョコを作っていきたいと思います。では棒状のものを使って広げていきます。さっき作ったチョコレートを重ねながら、だいたい同じ大きさのものができるようにしていきます。これぐらいですかね。そしたらハサミを使って形を整えていきます。板チョコっぽい形にしていきます。グッと押してしっかりと割れ目を作った方が本物のチョコレートっぽくなります。で最後に同じように爪楊枝を使って模様を描いていきます。はい、ではこんな感じでできました。火にお湯を沸かして約10分間煮たいと思います。はい、こんな感じでできました。では次にもっとチョコっぽくするためにアルミホイルで巻いていきたいと思います。そしたらですね、じゃん、こんなものを作って印刷してみました。ミニキュートクラブって書いてあるんですけども、チョコレートのパッケージっぽい感じで作ってみました。こんな感じですごくチョコレートっぽくなってきました。まあどうせ使うために開けてしまうんですけども、ちょっとパッケージをリアルにしてみました。こんな感じですかね。では早速消せるか試してみたいと思います。ちゃんと消しゴムとしても使えます。もしお菓子型の文房具の作り方をもっと知りたいなと思った方がいましたら、ぜひ高評価をしていただけると嬉しいです。本日もご視聴いただきありがとうございます。これからも動画を頑張っていくので、よろしければチャンネル登録ボタンを押した後のベルマークを押していただけたら嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。